ごめんね、忙しいとこ。ああ、うん、全然別に。来ました。あ、どうぞ。ありがとう。結構片付いてるのね。うん、うん、スリッパ可愛いね。398円だった。安いのね。何？ああ、ポッキー食べる？ありがとう。あ、はい。ありがとう。あ、ごめんね。はい。あ、ごめん。コーヒーは？うん、缶コーヒーでいい？うん。これね、最近出た糖質ゼロなのに甘いっていう、多分成分にね、これカゼインっていうのが入ってて、これが多分甘い成分なのかなと思うんだけど、うん、これ缶コーヒー？最近じゃね、こう缶コーヒーでも馬鹿にできないんだよね。缶コーヒーの宣伝したわけ？いや、あの、ポッキー食べる？ありがとう。あんたってさ、昔からそうだよね。え？何が？いや、別にいいけどさ。あの、突然で申し訳ないんだけど、しようか。何突然？いや、だから突然でごめんって。いや、なんで？いや、ほら、スーとは家も隣同士だし、ずっと学校も一緒だったでしょ。まあ、車で一緒だしね。英検っていうと、なんでみんな英語検って思うんだろうね。英語の研究してる人少ないからじゃない？小さい時は一緒にお風呂も入ったしね。いや、気にしない気にしない。誰かに言ったら締め殺す。はぁ、お願い、頼めるの数だけなんだよ。いやー、でもさ、だって急になんで？二人の関係ってさ、そういうの意識しないところがいいんじゃん。今時貴重だよ、何も気ぃつかないで一緒に映画見れるやつなんて。いや、実はさ、昔から鈴のことが好きだったんだ、ね、とかじゃないよ。いや、じゃあ何？だから、英検の新入生のミキちゃんいいでしょ。あー、結構ネクラの。ミキちゃん、ネクラじゃない。何興奮してんの？ミキちゃんはその、ね、ネクラなんじゃなくて、物静かで控えめなだけ。はいはい、物静かで控えめなネクラね。それで、ね、この間そのデートをしまして。デート？デート。あんたか？僕が。え、彼女いない歴22年の優作が？彼女いない歴22年の僕がって言わせないでよ。いや、どうやって誘ったの？英検のミーティングの後に、ミキちゃんって呼んで、この後研究を兼ねて一緒に映画見に行こうって。いや、それさ、デートっていうより英検の仮装じゃない？二人で行けばデートなの？いや、それさ、先輩の立場利用して後輩口説いてるでしょ。先輩の立場なんか利用してない。いや、じゃあ何見たの？エイリアン VS プレデター2。まあ、デートに合わないでしょ。俺さ、エイリアンってもともと異星人って意味だよね。うん。あれさ、プレデターもそしたら異星人だよね。うん。したらさ、あの映画さ、エイリアン VS エイリアンじゃない？うん。あ、まあそれはいいんだけど、あれさ、途中でさ、プレデター追っかけてる、エイリアン追っかけてるプレデターがさ、間違って発電所壊しちゃって、それ街中真っ暗になって、その中に似たようなプレデターとエイリアンが戦うものがどっちがどっちか分かんない、エイリアン史上最悪の映画だった。だろうね。でも、結構楽しかったって言ってくれて。で、今度、次は恋愛映画を見ようってことに。恋愛映画？世界の中心で会える先。いや、それ今やってないでしょ。だから、レンタルしてきてこの部屋で見ようって。え、いきなり連れ込むの？そういう言い方やめてよ。いらっしゃるんですか？いらっしゃるんです。いつ？6時。え、
いつの？8月23え、今日、え、もう少しだよ。うん、だから、そのキスキスえ、ってことは練習？最終リハーサル。いや、なんとかなるって。自分でも練習したんだ。どんな風に？ゆで卵を使って、つるっとした感じがいいのかなと思って、うん、でもあれなんか吸い付き悪くて、いきなり吸い付くの。で、その後、たらこ2つ並べて、あ、どうだった？柔らかさいんだけど、なんか舌入れると生臭くて、あ、いきなり舌入れるの。あっさりしたんじゃ、たらこの味みたいな。こうなったらもう、人間で練習するしかないって。え、なんで私なの？経験豊富そうだし、実際に僕とのキスなんて犬に噛まれたようなもんでしょ。お願いします、僕を男にしてください。いや、意味違うよな。もうこの時の私は僕一生彼女できないかもしれないんだよ。先輩の立場を利用して500受けるの今年で最後なんだよ。先輩の立場利用してたんじゃん。お願いします、助けてください。しょうがないな。いいの？じゃあどういう風に？あ、じゃあまずミキちゃんが家に来るから。あ、私ミキちゃんか。うん、分かった。うん、ピンポン。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 よし。はい、じゃあ行きます。よーい。キュッ。ピンポーン。あー、来た。あー、来た。はーい。今行くよー。女の子の前をこう颯爽とこう行けばいいのか、それともあの女の子の後ろをこうつけずにこうつけずに男とついていけばいいのか、どっちがいいと思う？うーん、やっぱり女の子としては男の子にリードしてもらいたいかな。あ、だよね。よし、俺についてよ。コンコン、残しちゃっていいんだって。あ、そうか。あ、何も起きない、そうしない。どうぞ。ありがとう。なんかチェックね。あ、もうそうか。それでも当然チェックか。ああ、隠れ。じゃあ、映画を見ます。はい、世界の中心で愛を叫ぶだよ。わかってるよ。この後なんだけど、どうやって迫ったらいいか分かんないんだよね。あー、きっかけ？うん。あー、そうだね。あ、僕考えたんだけどさ、あ、こういうのどうだろう？すんならどうする？うん、最悪。ダメ。ダメ。じゃあもうどうしたらいいかわかんないんだけどさ、僕いろいろやったさ、ね、見た見て言い聞かせたけど、どういう感じで、な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 、うるさい、うるさい。いつもさ、セリフより間が大切って言われてるでしょ。で、おしゃべりをしてると沈黙があるの。で、気のない女の子は沈黙が来ると、あー、気のカラオケってって話題をそらすのね。だけど、気のある女の子は沈黙があると見つめ合って、これがオッケーな合図。じゃあ一回やってみるかな。沈黙、詰め合って、
メモして。間が大切。沈黙の後の間、沈黙の後の間、会話してから感想の、セリフは目的じゃなくて結果であるイメージ、話するので話しかける、今が大切、間が大切、おしゃべりの後の間が大切。はい、じゃあもう一回。はい、感想のおしゃべり。あのさ、長澤先生、すいませんよ、ね、なんか今さ、長澤先生、こう、沈黙。まずスタイル。スタイル。そのジャスやめて。でもさ、なんか上がジャージでこうしたジーンズっていうかっこいい外人さんいるじゃん。でもさ、ゆうさく別に外人じゃないしさ、日曜のスタンじゃないんだからそれ脱いで。でもなんかランニングなんだけど。やじくそ。タンクトップって言って。タンクトップ。あの、ズボンはこれでいいのかな？パンツって言って。なんか、下着みたいで。パンツ。大きい声で。パンツ叫ばなくていいんだってば。ちょっと待って。あ、なに、ごめん。スタイルは良くなったけど、次、その、髪と眼鏡。髪染めるね。ちょっとそこに座って。あ、ちょっとまず眼鏡外してね。眼鏡外すと伸びたくも変なこと。で、カリッパーね。うん。ゆうさくってさ、こうやって見ると背も高いし、別にイケに見えなくはないよね。何が悪いのかな。性格の問題じゃない。これってさ、なんかあれみたいじゃない？あの少女漫画でよくある、こう学級委員長で、メガネでっけえメガネかけて、こう、言ってる、こう、三つ編みの子が、三つ編みとメガネを取ると、超美少女になってるってあれみたいじゃない？それ、ゆうさく美少女じゃないでしょ。よし。うん、これでいいんじゃない？じゃあこれでもう一回やろっか。そう。じゃあ、世界の中心で愛を叫ぶ。助けてください。もうさ、花山さんよりすごい好きなんだけど。沈黙。気持ち悪いよ。絶対無理。
それどうすんの。どうすんだよ。はい、ちょっと入るね。はい、OK。じゃあもう一回。やっぱりさ、島崎怖いと見舞いに怖いと思うんだよね。見れるんだからさ、そんなに気を落とさないでよ。元気出しな。